右のフック、バックハンドブロー、これが得意技です。ササレ始まりました。2分間です。先にダッシュをかけていくのは笹部シューター。やっぱり初戦の準決勝落とした思いというのがこの戦いに出てますね、はい、右ストレート効いた、右笹部の右です。それを受けて一方の辰の方も前へ前へと、そろそろエンジンがかかってきたか。左のローを飛ばします。右のフック、バックハンドブロー、これが得意技です。笹部狙いをしました。辰ブローを再三出してこようというところ。さあこれは打ち合いだ、ほぼ相打ちのような形、しかしクリーンヒットではありません。長いリーチを生かして笹部シューター。さあここから残り1分、疲労も出てきます。初戦の疲労もあります。そうですね、疲れもちょっと出てる感じがしますね。おっとボディーだ、ボディーだ、効いた、勝のボディで膝から落ちた笹部です。肩で大きく息をしながらファイティングポーズ取れるかどうか。今取りました。残りは40秒。サウスポースタイルの笹部、一つダウンを奪われている。左のフック、2度目のダウン、もう熱くないねこれ。止めました、止めました。1ラウンド1分29秒、 TKO により勝者アンポルキア軍タツ。さあここでタツが2度のダウンを奪ってテクニカルノックアウト。 VTR の準備ができる前に出ましたね、プレイ出ますね。序盤ね、1分間はずっと攻め続けていた笹部でしたが、うん、途中からやっぱり残り1分切ったところぐらいからですかね。そうですね、何かこの流れが変わってきましたね。先ほど言ったその1試合目 の, そのノックアウトももしかしたら何かしらの影響があるのかもしれないです、ね、しかし初戦で下したクレイジーキングへの、うん、リスペクトも欠かさない。そうですね、そして仲間への感謝、このあたりも良さですよね。あっていうのがね、言ったやろ俺、あの人リスエグいって。だって俺一発回るとき飛びそうなのも一回。どう、何このマジか。ナイス、最高です、かっこよかった、ありがとうございます。最高や最高や、ええだろ